皆さんこんにちは、ダイタラです。マリオプラスラビッツキングダムバトル、今日も進めていきましょうか。さあ今日はね、3つ目の、ワールドのチャレンジクエストをやっていきたいと思います。チャレンジ4つある。今回今まで3つだったのにね。行きましょうか。とりあえずこちらです。ジャングルステージ、シャークパーティー。さあ全ての中ボスを倒せ。あ、出たシャークくんか。なんかタコついてるやつだよね、先端に。ほらほら、ついてるタコ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 よし、では行きたいと思います。あ、そうだ、先にスキルちょっと振っちゃおうと思います。ドンキーコング、かなりスキルポイント4ポイント溜まってますね。とりあえずどれ振ろうか。ドンキーコング、ワイルドウォッチッチとかする。あ、こっちかっけ。マグネットグループだな。効果アップです。よし、でピーチラビッツは次増やしたいのはシールドとか増やしとく。シールドね。第次、おじいちゃんです。おじいちゃんは、困った、おじいちゃん。攻撃範囲広くしよう。ね。こんな感じでいいかな。ついでに、ローガーアイの威力 10% 上げておきましょうかね。さっしー、こんなもんかな。では、始めていきたいと思います。バーサス中ボス戦です。2体中ボスがいて、こいつだよね。こいつは持ち上げることできないから、まあ、おじいちゃん投げるから、とりあえず。おじいちゃんどこ？あれ？おじいちゃんいなくね？あれ、まあ、みんなバラバラバラや、今回。うおー、マジか。うおー、マジかってなるわ、これ。どうしよっかな。こいつ、下から持っていって、ねえ、ここで投げるか、とりあえず。で、はい、いただきます、モス。それーで、バイン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 ファイヤー行くで、みんな。バイン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 ファイヤー。行きましょう。くらえ！ドゥー！あー、クリティカルでんかった、つらい、おる。あ、これやばくね？あ、逃げた。そうや、こいつクソビビリやったな、確か。いいとこ逃げたね、君は。よし。で、次、ピーチラビッチュ。ピーチラビッチュはどうしようかなー。とりあえずあのサメのやつだけやっつけたいと思うので、こいつね、おらおら、スライディングデストロイヤーをして、むむむー、どうしようどうしよう。ここで行くか、とりあえず。でーでー、よし。で、おじいちゃんがジャンプして、ドンキーコング救済に行く？救済される？ドンキーコング、ドンキーコングも辛い人生を歩んでるぞ、これは。ねえ、ダメだな、ここ。どうしよっかな。おじいちゃんの攻撃で落としたいから、いや、待てここにするか。ここピッチラビッツの攻撃落とせるでしょ、多分100だったら。ダメかな。ダメだったらどうしよう。はい、ってわけで中ボス94か。クリティカルが出てようやく。うわ、どうしよう、やらかしたな、これ。ハニーつけるか、こいつに。ハニー、おら、94パニー。ハニーついたからあいつ動けません、ザバ見ろー。で、ドンキーコングに救済しよう。ドンキーコングに打てないの、こっち。打てる。ドンキーコング。ドンキーコングもついちゃうけど。で、まあ、ええんちゃうかっていう感じやな。これ、ドンキーコング死ぬもんな、どうせ。ほっといたら。助けてあげよう。優しさやぞ、これが。バーン！優しい！おじいちゃんありがとうってやつやな。待って、そもそもこれ眠らせれば解決では？天才的発明。おやすみー。天才だった、短首領。みんな寝てる、ウケる、痛い、ひどい、こいつら、ひどい悪魔だ。動いたらお前ら殺すぞって技ずっとしてくる。あれ、サメのやつどうすんだ、あれ。さあ、ペトちゃんをとりあえず奥に出そうか。奥側に。とりあえずこれでだいぶ
なんか入るでしょ、なんだろ、あれが出るでしょ、あれっていうのはね、敵のこれなんたらフラッシュ、それを全部このね、フェットちゃんが一心に受けてくれるはず、一心に受けてくれるはず、ありがてえ、早く飛べ、よし。さあ、とりあえず邪魔な雑魚2体はこれでやっつけれました。で、どうしよう、あれ下に引っ込んでんだよね、敵が1体、こいつ引っこ抜くね、引っこ抜けねえじゃん、どうすんだこいつ、敵投げるか、ここに、あ、ダメージ入る、これでも、あ、じゃあそれでいいかって、とりあえず適当に、じゃあおじいちゃん投げよう鳥間おじいちゃん投げるかってなるけど、待って待って、先にピーチラビス動くかね、で、ザコ2体これでやっつけて、さらに、あ、スライディングできるじゃん、ね、でも全然できんじゃん、全然これいいね、全然よーし、ほら出てこい、スライディングや、あ、出てきた、そういう仕組みよし、では、おじいちゃんをつかもう。で、ドンキーコングは、ここでええか。で、おじいちゃんデストロイヤーを、この辺りで、はじき飛べー。あと1体、あいつだけさえやっつけたらもう勝ちなんだよね、俺たちは。ドンキーくんも含めて。わーい。ドンキーくん、この位置悪く、やばい気がする。ねえ。ボス当たれへんわ。ね、当たるんこれ一応、あー、じゃあ3体とも2体当てちゃうか、これはね、ブーメランだけど、やるんだったらワイルドウォッチつけてやろうぜ、これこっち飛んでくるでしょ敵、ね、ウォッチッチー 100% の威力やぞこれが、どうもう一丁ウォッチッチー、はい飛んでけーいいダメージ入ったな、あいつ向こう側行っちゃったんだけど、厄介ボーイやなあいつ、お前こっち帰ってこいやなあ、ゼロ距離攻撃したろこいつにイエーイ、いくぜ、アイスだったのこいつ、おじいちゃんゴールドプレーン117いい6、さて敵が痛い、スパイク吹っ飛ばされた、ひどい、はい、とりあえずこれでターン終了でいいかなと思います、敵4ターンです、さあ、あとは適当に殴ったら終わり。よし、敵もかなり減らしたね、アイス。アイスぐらいどうでもいいわ。よし、通常攻撃。痛い。あいつ通常攻撃にスライディングしてきたかった。性格悪いな。じゃあ、とどめ行こうか。よし、おじいちゃんのそれでいいかも。めんどくせえし。ドン。はじけとべー。あい。よし、さあ、中ボス2体討伐完了です。バトルクリア、鮮やか、華麗、最強、素晴らしいね、今回も。シャークパーティー、ジャングルクリアでした。お金いらないんだけど、これどうすんだろう。ねえ、だって武器全員全キャラ最強武器買ってさ、バナナね。なんか、過去の武器も買っとく？無駄遣いじゃないそれ。はい、次です。無駄をそぎ落とせ。いきましょう。すべての敵を倒せ、わずか一ターンである、うわ、ちょっと待って、多くない敵、一ターンでこいつらやれって相当きついよ、体力だって普通に高いじゃんこいつら、え、無理やってこんなんいや無理やろこれ、え、嘘やん、何体やっつけたらいいんだこれ、全部やっつけたらあんの、ここにいる5体と5体合計10体、11体いるか、要はこれをやっつけろとバカおっしゃうな、おっしゃうってなる、おっしゃるなこいつら、バカバカのバカでしょそれは、これどうしようマジで、いや向こう側1段だけだったらドンキーコングがなんかうまいことやったら倒せる気すんのよ、正直言ってねえ、いや待って、いけるか、これ何回かやんなきゃいけないかもしんない、例えばこうやってさ投げるじゃん、こうやってボーンって
おじいちゃんを。ねえ、おじいちゃん投げましたーってして、あ待って、ファイヤーで散らばっちゃったんだけど、あいつら。あ、積んだこれ。ちょっとやり直すわ。クランキーをどう投げるかだよな、これって。あそこ行ったら燃えちゃうもんね。だったらあっち投げるかって話したもんな、投げるとしたら。じゃあ、ここから投げてみよう、ここに。ねえ。そんな感じだよね、やれることって言ったら、本当に。はい。じゃあ、まずおじいちゃんを。デストロイ。あー、いいっすね。で、これ、呼び寄せるってどれぐらい来る？みんな来る？これ。ねえ。あ、待って、もう一個左やったら全部来たかもしれん。やってみよう、これ。ドゥー。あ、全然入ってなかった。ねえ。すっげえ集まってくんだ、これ。効果アップしたから。で、こいつらこれでやっつけるの不可能でしょ、クリティカル出ても。まあ、一応やってみよう、これで。クリティカル出たし。ラッキー。さあ、ファイアボーナスも入って、アウトオブバンズも入って。相当やっつけれたはず。で、次、ピーチラビッツちゃんが動く。で、とどめを刺しに行く。わけだけど、足りなすび。どうしろっつうね、これ、ほんま。どうしろっつうねなあこれ。でおじいちゃんが例えばここにどでかい花火を打ち上げたとするじゃんってやつ。待てよ、これおじいちゃん上から打てばやれんじゃね、こいつら全部。ねえ、ちょ一回試してやってみよう、いろいろと。ででっかい、あ140入るじゃん、これクリティカルでたら全部やっつけれんじゃね。えい、どう？あ、いった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 。うわ、一体残ったやんけ。積み申した。積み申した。こんな感じで行くしかないもんね、そうなってくると。で、おじいちゃん、蹴っ飛ばして、ここに来てとか。これどうしよう、今、取りこぼしの、ピーチラビッツ2体やっつけた。ドンキーコングももう行動したもんね、これ。で、あとできるとしたら、この、ダイバークハーツぐらいだよね、これ。ドンキーコングはできない。ピーチラビッツ。あ、積んだ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 。これ敵の動くターンがあるのかどうかだよね、問題点。あるとすれば、問題点というか気になるところね。はじき飛べー、ドーン。ねえ、おじいちゃんのローガンアイヤでーす。敵のターン、あ、あるんだ、敵のターン。撃ってきた、こいつ。じゃあ、ワンチャン敵のターンで、何かが起こる可能性があるってことだ。で、失敗。でも、バトルの感じは多分合ってると思います。おじいちゃんを片方に投げ飛ばして、でもダメージ通らねえな、ここだったら。ここだったらどうだ？半分か。もう一個横やな。でもここ遠い気がすんだよな。まあまあ、投げ飛ばして、こっちに全部ダメージを与える。が第一フェーズ。だとする。じゃーん。こうやって、おじいちゃん、ワイヤーで、第2フェーズが、ここの敵をすべておびき寄せる。やってみましょう。おいでやすー。さあ、これでかなり集まってきた。あちゅまれー。よし。で、ここにいるやつらを全部吹っ飛ばす。いや、無理やろ、これで。アウトオブバウンズ入ってもなんか相当きつくね。一応やってみよう。クリティカルは出た。ドーン。これクリティカル出る前提だもんね、若干。ほら、4体も残った。で、ピーチラビッツ。ピピピピピピラビッツ。ピピチラビッチュが、キャツラを仕留める？
3体しかやっつけらんねえじゃん、これでも。うん、おじいちゃんはどうするって話だもんな、そうなってくると。おじいちゃんどうするよ、おじいちゃん。おじいちゃん、おじいちゃん。俺おじいちゃん。お前もおじいちゃん。みんなおじいちゃん。まあ、おじいちゃんはさっきもやった通り、まあ、こいつスライディングしてから、上登って、上から撃つしかないんじゃないの？本当に。クリティカル前提ショット。クリティカル前提ショット、これ。撃ちましょう。クリティカル出ろよ！出た！ドーン！さあ、これで1体残して撃破です。まあまあまあ、ここまではまた OK でしょう。で、ローガンアイ。これだよね、多分肝となってくんのが。ローガンアイ。で、ペットちゃんは、どうするか。だよね。3体やっつけたとしても、1体困るんだよな、これ。なんかいい方法ないかな。例えば、スライディングできないんだね。それがやばい、それがやばい、それがやばい。それヤバタニアン。ヤバタニアンってね、ヤバタニアン。スライディングできる前提やぞ、今のは。ここ行くなら、こいつはスライディングでやるじゃん、とりあえず。うわ、やばいな、これ。やばい、やばいタニエンやん、これ。やっぱここスライディング、じゃあこれでやっつけるしかねえわ。ペットちゃんで、ドーン。まあ、これはいい。で、行くじゃん。スライディングすんじゃん。おじいちゃん。こっち来てもらう？うまいこと。ねえ。それしかないよね、将来的な、将来的なやり方としては。あと1体、ローガンアイで、うまく仕留めてもらうしか勝ち目がないんだけど、勝ち筋が。本当に。ただ、こいつが動けば勝ち。やめろ。変なことすんな。動け、動け。動いたけど、行った！よっしゃ、勝った！いや、これクリアの仕方間違ってるよな、絶対。完全ご利用しクリティカル出る前提の、ねえ、クリティカル2発出たでしょ？ 70% 2回引いて、敵が動くのを、動く読み、老眼、愛。ねえ、綱渡りみたいなやつやったで、今の。めっちゃしんどかった。無駄そぎ落とせって。はい。じゃあすいません。今回はこれで終わりにしましょうか。次回3-4攻略していきたいと思います。ね。3-4攻略したら残ってるのはダンジョンコース最後のとこですね。やって、究極チャレンジやっていきましょう。また次回も見てください。チャンネル登録されてない方、チャンネル登録、あと高評価や感想のコメントなど、ね、残していただけると嬉しいです。マリオラビッツおもろいよね。みんなもぜひとも遊んでみてください。また会いましょう。おっとよ。